平和6年終わりますのですね、採用代の発表を。これから採用代に入れていきたい。はい、ありがとうございます。まず初めに挨拶の方をさせていただきます。この度、採用代を務めさせていただきます、松浦明子と申します。1400年の歴史を持つ葵祭りにご奉仕させていただくことは、とても身に余る光栄であるとともに、大きな責任も感じております。これから一つ一つ一生懸命務めてまいりますので、本日は皆様どうぞよろしくお願いいたします。